松浦さん、エリデイチの経営についてどう思いますか。ユウさんから。どうもこうも僕取締役ですからね、頑張ってますけど、やっぱりその取締役って言ったってさ、非常勤でしょ、常に LDH にいるわけじゃないから、中の中までは見えないよね、それにやっぱりこの1年ちょっとっていうのはさ、そんなにやっぱりヒロとは割と会ってたけど、他の役員とはやっぱりなんか会食とか毎月やってたのに、それも、やはり遠慮してやんなくなっちゃってたんで、ちょっと間空いちゃってるけど、勢いはある感じですよ、すごい、ABEX とまた全く違うよね、色が違うと思う、だからどう思って言われても、勢いはあるなとかは思うけど、ここでさ LH の悪いとこ行ってもしょうがないでしょみんなの前で。はい。